はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター酒缶のファミリータイまあなかなかねクリアできそうなゲーム見つけるの大変なんですけども、難易度ねイージーに選べるゲームということで、バイオミラクルボクトゥーパを、まあ、コンティニュープラスイージーモード、違う逆だ、イージーモードプラスコンティニューでねクリアを目指してみようかと思います。まあなかなかねそういうところからだよねやるのはね。はい、リセットということで、まあゲームとしてはねディスクで出たけどカセットになったゲーム、コナミのゲームということで有名かなというところですが、一応操作方法のね方をまず復習というか、そっからいくと、まあ今みたいにねガラスソードっていうのをこうガラガラって敵に当てると敵が膨らんで一定時間こうふわふわ浮いたり乗っかれたりってダメージ与え、他のやつに当ててダメージ与えたりできるのかな確か。B ボタンでガラスソードを振って敵を膨らませる。で、あとは A ボタンがジャンプかな。コントローラーの使い方、あれ?どこだ?で、A ボタンで、ジャンプ。あと、水中シーンでは、上へ浮くことができる。だから、まあ、そんだけです。で、もちろん、難易度はイージーを選択。ね、悪魔城ドラキュラもイージーでやったからね。ということで、こういうこと。こうやってポンと やべ何やってんだ、行っちゃった。こうやって上に乗るみたいな、あもう戻れない。で無敵に可愛くねえなあれ、これなんだ、これ開けたい。よし、あれ多分あれは今のはダメージはないはずなんで、あ間違えた、あ上乗りたかった今上乗りたかったのにそうなるよな。あ嘘だ上行きたいだけなんだけどな、いきなり下手炸裂してどうすんだっていう。あ、いや特に意味なかった。あ、ここもいいや。これでちょっと進むか。あ、今ジャンプでよかったな。よし。あ、こっちから戻れたな。ああ、危ね。あ、あ、よし、どんどん体力が増えてく。ああ、よかったよかった。ああ、やべ。避けられない。さて、まあ結局のところ、あれこれと、あれやべやべ、あーそれを当てたいんだよ。やべ全然狙った方向にいかね
全部自分でやったやつにやられてるよ。もう。だこれ斜め、ああ違う、斜めにやりたいんだよ。よし、これ。よし、あの牛乳が、ああ。いやーそうじゃないんだよ、斜めに、あーやべやべ。あー違うんだよ、斜めに飛ばしたいんだよ。うまくいかないなー。こう、よし、あと1回ぐらいかな。どんぐらいだったっけな、これ。3回だね。よしよし。まあ、イージーでやってこれだけね。違う違う、これか。イージーでやって、まあ、とりあえず1の1はクリア。あ、ちなみに1の1ってことは次1の2ですからね。はい。何面あったっけな、6? あ、そうそう、ここはこう、バグバグっとこう、食べながら、進む。お。まあ泳いでるようなもんだよね、言ってみれば。あ、やべ。あ、跳ね返ってきた理由はそれか。やべやべ、さっきからそればっかだな。跳ね返ってくるやつにやられるな。お、あれ、危ない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 。やべ、待ってやっちゃった。おお、あ、待って、なんかいい、横に飛ばしたかっただけなのに。よし、いて。いや、ここは何もなくクリア。まあ1の1は、まあ、見せるデモンストレーション面としてのボスかな、あれは。言ってみれば。あ、しまった、上行きたかった。あ、来い。あ、乗れない、乗れない。あ、戻れないしな。あ、お前、あ、ちょっと、あ、違う違う、あぶね。ああ。ああ、届かない。あ、ダメダメダメ、危ねえ。よし。ああ、下行きたかったな。よし。危ねえ。ああ、そういうことか。ミスった。よし。またお前か。まあ言ってみれば、あのマリオ USA のキャサリンみたいなもんかな。違うか。そう、飛ばせない。
よし。この方が楽じゃんね、飛ばし方がね、一面より。まあ一応この面も一面だけど。あ、間違え、大丈夫、よし。お、あー、あー、あ、間違えた。違う。いけ。よし。まだ？まだ？違う。あー、違う。あぶね。おお。よしよし。いや、なんかやっぱいい位置だと順調に進みますね。危ね。ああ、今上行くべきだったな。ああ、いけないよ。あ、いけた。あれ？すり抜ける床だったこれ。覚えてないよ、そんなの。あ、危ね。ああ迷った操作に。ああ、そうか、スタート地点か。さっきと同じか。じゃあ大丈夫だ。よしよし。これで、すり抜けて乗って。よし。あ、乗りたかった。乗りたかった。あ、あぶねえ。よし、よし。あ、うそだよ。しゃあ。スタート地点だよな。戻ってるよな。全然イージーじゃない。あ。あ、やってしまった。あ、嘘。やばい、ここの面で終わっちゃうよ。もう残機なしじゃん。あ、やべ。やばいな。
ちょっと真剣にこの面だけでもクリアしとこう。あれ、コンティニューって、ワールド単位だったっけ？ステージ単位だったっけ？っていうのも含めて確認がしたい。あ、やべ。やばい、これでわかんねえじゃん。これ多分2の1から始まるよ、コンティニュー。普通に。いやあぶね、あぶねじゃない、当たってんって危ないじゃね、当たってるんです。よし、そういうことか、そういうことか。間違えた、間違え、ああ違う。いや、そうじゃないんだよ、そうじゃないんだよそうじゃないんだよ。え、嘘、ダメージだけ食らいまくってんな。違うよ、そうなるか、当たんねえよな。わあ、船、どっから行けばいいんだこれ。こっから行けばいいかな。よし、当たった。こっから行こう、安全。こっからが一番安全っぽいな。あーあー、ちげえ。なんでその角度で当たっちゃうんだ、これ。よし。ああ、惜しい。よし。よーし。まあ、すごい下手くそプレイだから誰の参考にもならないと思うんだけど、まあ。やべやべやべ。よし。
これ黙るな、黙っちゃうな。よし、ということで、まあ普通に考えたら、まあ1ワールド3ステージってことになるよね。いや、クリアしたことあるけど覚えてないんだよねそうだっけって、奇数面にボスってことかっていう。よし、でも待てば大丈夫か。大丈夫、あの今君が遊んでるのはイージーモードだからねと言い聞かせる辛いのが、やっぱ死ぬとさ、死ぬってやられるとこうスタート地点からっていうのが辛いよね。だからノーマルでやるよりは多分敵の出現頻度が少ないのかな、多分ライフかな。でもライフ3から始まってるからどうだったかな。でもそれを確認するためにやろうという気にはならないというね。あー、あれ届かないのか。ああ、届かないんだ。やばいやばいやばい。あと2機しかないじゃん。この2機でクリアしないと、この面。ちょっと、でも2の1から始まるのか2の3から始まるのか覚えてないんだよ。以前コンティニューどうやってたか。てか多分以前クリアした時、レトロフリークでセーブしながらやってた気がする。意地悪だよね、今のは。作り的に。危ねえ、危ねえ。あ、あー、やべ。え、これあれどうすや、取れんのあれ。まあいいや、無視。あぶねこっちでやった方がいいかもしれない。いや、よし、ここはいいな。よし、いや、逃げな、逃げろ いや、マジか。よし、
一応ね、あれ6ステージだったっけ、7ステージだったっけな。あ、ワールドか。どっちだったっけな。やべ、危ない危ない、あれ、あー届かない。そういうことか。あれちょっと待って、なんでよし、この辺がちょうどいいか。よし、まだまだ時間があるから大丈夫。え、あれ、これどうすんだっけ。下に行くのは行けるけど、え、これどうすればいい。え、もう行けたいけど、あぶねえやば。これは、あ、結構この辺難易度簡単にしてくれないと厳しいよね。こういうのも分かりにくいよね。この階層には上がれますってね。下か、下行きたいけど、あれはいけないんだろうな。あれ？あれ？届かない。あれ？よし、一個だけ、もうしょうがない。いやもう一発で死にそうなところに。これ単なる星だよな。星っていうか背景だよな。あれ、どっから行くといいんだ。これ、ここら辺かな。あ、でも下から跳ね上げた方がいいのか。この辺から跳ね上げた方がいいのかもしれない。あれ？結果往来ここから斜めに打つのが多分いいと思うんだけど、こんな感じ。関係ないよな、奇数偶数面関係なかったな。やっぱボスがいる面といない面、はっきり両方あるな。うん。
あ、そっちでいいのか。左右はつながってるさってやつね。あー取れない。いいやこれで。あー、ぶねー。アイスクライマー現象だよな、いろんな意味で。これがすり抜け。あー、そういうことね。わかりにくいっしょそれ。それなかなかわか、あー、それもわか、あー危ね、危ね、あああ、そういうことね。この左右がつながってる概念っていうのは結構分かっててもこういうジャンプアクションだとなかなか厳しいね。その割にはスイスイってるけど。いけいけ、あれ、あー、これ難しいな。わかんねえ、わかんねえ。ああ、当たんねえし。まっすぐ当てた方がいいか。あ、違う、そうじゃない、そうじゃない。お前だ、お前。お前だよ、お前。あれ違う、そうじゃない。そうじゃないんだよな。そうじゃないんだよな。いけーと、あれギリギリ合わない。ギリギリ当たらねえ。よし、あれ当たらねえ。うっそ、あの状態だと当たらないのか。わ、ちょっと、ちょっと。よし。やっと当たったよ。当たれ、当たらねえ。あぶね、あ、こっちが。やば。いけ、よし。違う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 、よし、これだ。あれあの体勢ダメなんだよな。よし、あー、それダメ、その体勢ダメ。ここ、これだ。あ、うっそだ。いけいけ、よし、あぶねー。よしよし、そっか、片方は一気増えるやつか。じゃあ今まで外れてたんだな。二択は外してたんだな、多分ずっと。今のところ一面が一番難しかったってことになるのかな。単純に操作に慣れてなかっただけっていう意見もあるけど、でもやられてる数は多分2の方が多い気がするんだよな。増えてたりするのも含めて、ありそうな。違うかな。うん、あれ、これなんかあんだっけ。これ迷路、迷路だっけ。全然把握してないぞ。これが、例えばこれ下行って、下厳しいな、ここ。案外厳しいな。あ、やべ。この面ちょっとわかんねえな。よし、あえて違うルートを通ってみる。
よし、そういうことか。結構難しいゲームだよね。あ、あれ上行けないんだっけ。よしよし、あ、あれなぜ弾く。あ、嘘だろう。なぜあれがラックアウトになるよっていう謎。途中で上がれたよね確か。最初じゃなくても大丈夫だよね。とにかく上に行こう。あれ上がれなかったっけ。あれ上行けなかったっけ。マジか。これループしてるね。ループしてるよね。これ飛んでからまた下に行く道がある。あー、最初に上に行けばよかったな。これでちょっと変わるんだよね展開が多分ね。で、あ、上に行く、上に道があるけど、あべ、危ね。よし、よしよしよし。あれさっきこの状態になったな。そっか、上に登ったりしてるけどもマップは同じなのか。だからこうやっていくとなんとなくワープしてるだけで。でもさっきの面だよな、これ。さっき落下したところはこんな形だったよな。わかんないんだよ、作りが。あべ。あぶね。ああ。おお。構造が全くわからん。おし。ダメだ、迷路を攻略全くできてない。分からん。いやと言ってボス面に来たから OK。 わお、わお、え、嘘。むず。よし。当たんねえか。よし。ああ。あ、よし、ご力づく、力づくだな。まあいいや、力づくだし、危ねえし、イージーモードだし。わあ、これ嫌な面だな。嫌な面だな。あ、いやー、嫌な面だな。
あー嘘だろいやーこれ厄介だな。逆さまにしてやりたい。わあわあ、わあ、あ、よーしよーし、やべやば、え、おいでおいで、よし、くー、ボスはきついな、ちょっときついな、あ違う、よしこれで当たれ、よし、よし当たりやすいな、それ取れるかな、それ取れるかな、取れないよな、よし、いやうわ、いきなりかよ。いやー、あれなんで食らった今。よし。ああ。ストップウォッチ取ったのか、ストップウォッチだっけ、 あれか、砂時計か、ああ、ああまたか、ああミスったな、いろいろミスったな、取れない。よし、増えた増えた、あれここってどうやって行くんだこれ、ああクリアか、あれ4の3ボスは最初に戦ったからいないのか、ああ嘘だろう。嘘だろう。あれ？
よそ、あ、ここペン、そういうことか、トゲか、言ってみれば。うわ、なんだなんだ、危ねえ。あれ取れないか、わかんない、取れたかもしんないけど、いいや。あれ、これってすり抜けるか。さっきと一緒だからこれは意外といけるかもしれない。出方次第だな。よし、間違えた、間違えたよ。よし、あ、こいつやっつけられないのかな。なんとなくこうすり抜けるところとすり抜けないところのビジュアル的な差がわからんって話だよね。あっ、やばいやばい、いよいよ久しぶりのゲームオーバーのピンチがやってきた。おし、ああ、マジですか。いや、やべ、あっぶね、ちょっと待て、うん、あ、関係ねえか、これはこうか。普通に考えたら、あ、いつだ、追いつかね、追いつかね、うーん、来い、タイムはまだまだある。あー違う、その方向じゃないんだよ、その方向じゃないし、そのミルクは取れないんだな。あ、あー、いすぎた。あれ、間違えた、そうじゃないんだよ。
あれ違うんだよ、違うんだよ、違うんだよ、角度が違うんだよ。あれ、いまだになんか、もしかしたら当たり方が明確にあるのかな。明確に分かってないんだよな。こんな感じだろう。でも、ああ、そうなっちゃうのか。それは厄介だな。あそこに入ったらそうなるのか。ああ、違う。それ行き過ぎ。ああ、違うな。違う。行けなかった。あ、違う。あ、もう少し乗ってからだったらうまくいくな、今の。あ、違うんだよ、その角度じゃないんだよ。あれあれ、そっかそっか、もっともっとはは、違うなあ。あれ全然タイムがない。よし、あと2回かな多分。当たんねえし。そうなるよ。あ、よし、あ、これ大丈夫だ。そっか、豚が左にいる時だったら今のでいけんだ。違う、それはダメ、それもダメ、届かない。あー、そうなるか、そうなりますよね。あ、がー、お、いや、できればタイムを伸ばしてください。あー、ちょっとタイムがない。え、そう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 、いや、明らかに違うだろう、それは。ちょっとタイム足りないな。違う。頼む。頼む。いいとこに来てくれ。行け。行け。やった。あぶねえ。あぶねえ。よしよし、ああ、ああ、消えた。ああ、危ね。いや、やられてんだっつ。あ、増えた、今。なんか増えたっぽい音鳴ったな。これはどうやっていくんだ。あー、今左から行けたのか。一応鉛筆というトゲ、なかなかシビアっていうか、やられてんねやられてんね、普通にやられてるね。よし、
おー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 おお。よし。わわわわわわ。まだですか？あとどんぐらいですか？わわわわわ。よし。よし、4発。あー、増えない方か。1でやられた以外は今のところゲームオーバーないね。こっからが勝負ですか。なかなか際どい時間ですね。あ、やばい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 。これそういうやつか。そういうやつですか。ちょっと埋もれてる。あ、ちょっと。わかりにくいよな。わかりにくいよな。やべえ、ライフが。あ、あー。最後の一手だよ。ここはコンティニュー使って、次回に延長するか、今回クリアまで頑張るか。案外ボス戦とかかかりそうな気もするよね。覚えてないもん。いや、ボス強かったと思うけど、ラスボス多分は、ちょ、いや、上行けない。あー、そういうこと。あ、ちょっと待って、これどうすりゃいいの。なかなか厄介な面だな。よし、やべやべ、ライフがない。これやばいな。よし、あっぶねー。え、これどうすりゃいいの。こういうことね。よし、あぶね。よし、あ逆だよ。そこ取るとジャンプが届かないのか。まあコンティニューやるしかないよね。まだ1時間ちょっと行ってないからね。よし、結局6の1、やべえ、1でゲームオーバーになった時に、あ、さっき2の1だったのか。最初ゲームオーバー、結局確認ができてないんだよな。ワールドの頭だったっけ、ステージの頭だっけみたいな。ゲームオーバー時の場所が。あ、ここにあるのか。ああ、無敵か。今だ、今のうちに。今のうちだ。うわー、ちょ、危ね。あの赤ちゃんのパネルは無視。無視です。あ、ボス。あ、これか。怖いな。この面何なんだろうな。どう行けばいいんだ、これ。
とりあえずこっちか。あ、そうなるのね。となるとここでやるしかないか。わっ、ああ、やばい。もう厳しいよ、厳しいよ、マジで厳しいよこのゲーム。いやイージーだけど厳しいよ。無敵か、よし、今だ、今のうちにどんどん行け。わわわ、ちょ、制御が危ね。ダメージ受けないために飛び移ってたつもりだったのに、結局やられてしもうた。あ、これはやばいね、やばい兆候が出てます。やばい。ちょっと、あそこ、そこ埋まってる。ちょっと出れない。出れない。え、マジで出れない。え、これ沈んでるわ。よし、これだ。よし。マジか。え、これ足取られんだよな。これよくわかんないんだよな、この動き。よし。あー、だいぶやられたな。これやばいね。緊張感なくなってるな。いかんな、これ いけない傾向。あれ、よし、あっ、ぶねー。あ、ちょ、危ない。わあ、危ない。ちょっと今日のクリアはかなり危険、あ、危険じゃない、危ないじゃないや、そういう危険じゃないんで。うー、届かないか。いやー、厳しいなこれ。あぶね。
最後の一機じゃん。おお、あ、そうか、乗っかってる時だとダメージ受けるのか、復活した瞬間。でも落ちてくやつに当たってもダメージ受けないのか。そっか、そういうことね。いや、そういうことねじゃないんで、よくわかんないんだよ。あれ、いや、なんとなく今日はダメな気がするので、ここまでにしましょう。多分ね、6で終わりな気がするんだけど、とりあえずまだ時間かかりそうなんで、今日はここまで、次回はこの続きからやろうと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよってアイデアがある方、ぜひコメントいただけると助かります。またね、こんなゲームやってほしいって場合には、どうしてそのゲームかっていう理由も教えていただけると助かります。あと、動画の拡散、SNS での動画の拡散、よろしくお願いします。以上、酒缶でした。